こんにちは。今日は卒業式についてお話しします。雲を取ろうと思ったら雲一つないですよ。雲一つない空になってるんでちょっと取れないですね。雲のあるところは都市に近いところ、低いところなので取れないですね。と言い訳をしてから話します。卒業式について、一番ね伝えたいことは何かというと、学校制度が変わってくるっていうことを伝えたいですね。ではまず卒業式から。ちょうど3月卒業式のシーズンで、クラスターなんかもね発生するから、あまりね、みんながごちゃごちゃすることはやめてということで、卒業式がなかった学校もあるし、オンラインの方もあったですね。あとはまあ実際にね集まって卒業式した学校もありましたが、卒業式ってね意外とねみんなが集まってこう感動して泣くっていうイメージがあるんですけど、泣くことに価値があるのかなと思ったこともあったんですが、王の時代の学びというのはもう個人個人です。もう一人一人が、することでは、一人一人が学ぶことというのは全方向違います。 A さんがその数学を学ぶのと B さんが数学を学ぶのでは数学を学んでる意味が違うわけですよね。もちろんね関係ない人はもう0点とか30点とかもう全然頭に入らないで、なんでこんなに数学難しいのってなるんですよね。私の英語と一緒です。もう本当にスペルの E と S と E と R っていうのがね区別がつかないっていうね、本当に困りました。すいません。で、全員にとって意味が違う、自分の頭の中に入らないのはもう本当その人の人生に一切関係がない。で、頭に入るものは逆に言うとここに、一つの才能があるのでぜひ追求していってほしいと思います。で、卒業式があることの意味っていうのは、その時代に全員がその嫌が王でもその分からなくても分かっても全員が同じことを学んで同じことを強要されて苦労して苦労して卒業式を迎えるということに価値がありました。だから王の時代になったらもう卒業式自体がいらない、そもそも卒業という概念がいらなくなっていきます。A さんはその、2学年から入って、5年生の途中で辞めるみたいなね、高校のその新学期入ったけど3ヶ月でもう大体内容は分かったから辞めるとかね、まあ、学校制度自体がねその入学した子がさっさと辞めてしまうと授業料が入らないので維持が難しくなりますよね。だからどんどん通信がオンラインが増えてきますね。要は維持費が少なくて済みますからね、オンラインの方が。こういったそのこれからね徐々にそのやっぱコロナが完全に収束するのは正直言ってちょっと難しいと思います。なぜならインフルエンザにしても何にしてもやっぱり毎年大流行するものってなくなっていかないので、それぞれに意味があるから、どうしても集団で行動することに規制が入る時代になりました。なので卒業式を全員が集まってやるっていう習慣も徐々になくなり、入学式ももちろんなくなります。歓送迎会でなんか170人クラスターが出たとかねっていうような記事も見ました。人が集まるとどうしても今まだ層が強いので、王のエネルギーを下ろすためにエネルギーじゃないですけどね、王の思考を、変えるようにクラスター発生します。だから私たちがね一番気をつけなきゃいけないのは、多くの人と群れる、多くの人が集まる、こういう会合を減らすことですね。で、自分のそのやろうとしていることに対して他人からとやかく言わせてはいけないんですよ。今まだね他人の意見っていう方が自分の人生の中に多いと思うんですね。進路を決めるにも誰かに相談して決めますよね。もちろんその親がお金を出すからっていう理由もあるかもしれない。自分の能力を測るために先生に相談するかもしれない。で、実際に自分はここに行きたいんだけどって思っても、そんなところに行って生活成り立つのって言われてしまうケースも多いじゃないですか。まあ意外と
あるのが専門学校ですよね。この専門学校行きたいって言っても、でその専門学校出たからってその職に就けるわけじゃないでしょって親に言われてしまったり、先生に言われてしまったりで大学に進むことにしましたっていうケースもあると思うんですね。で卒業まで来ちゃうと、自分の進路ってもうすでに皆さん決まってるんですよね。だいたい進路決まらずに卒業する人っていうのはいないように学校側で調整してるので。だけど自分の進路ってね、自分が思い立って決めるものなので、いつどの瞬間で進路が決まるかわからないわけですよ。本当自由に自由な意思でね、自由に生きていたら自分の進路が早く見つかるんですけど、いろんな制約があって、そのこれやんなきゃいけない、あれやんなきゃいけない、この人と付き合わなきゃいけない、これを終わらせなきゃいけない、毎日いろんなことを他人のために振り回されていると、自分の本来の進む道にいつまでたっても出会わないんですよね。だから卒業式や何かと関係なしにね、人の意見というものをちょっとね、全部他人事を全部どかしてね、一人になる時間作って、自分は何がしたいのかなって、これしてると楽しいな、こういうことをしたいなっていうことを見つけてほしいと思います。ね、ゲームやるとゲームばっかりこの子はやってるのよっていう親御さんいるんですけど、ゲームも現実逃避で逃げるためにやってる人もいれば、本当にゲームが楽しくてやってる人もいれば、ゲームの道に入るためにやってる人もいるわけですよ。ゲームの道に入るっていうのは、例えば絵ですよね。ゲームのいろんなシーンを見て絵を描いて、でこの絵をその仕事にする人という意味ですよ。でゲームを作る人もいますよね。で逆にゲームをやることでその仕事になる人もいますよね。ゲームのバグを探すっていう仕事があるんですよ、実は。だこういうことを依頼されて、もう制作途中のゲームをずっとやり続けてバグ探すみたいなね、っていう仕事の人もいるわけですよね。だからゲームをしてるからといって必ずしも遊んでるっていうことではないんですよ。繰り返すことによってゲームという世界、ものすごい大きな市場ですからね、ゲーム社会世界って、ね、そこの仕事を担うかもしれません。だから自分の道は自分で決めてください。ちょっと軽く言ってますけど難しいですよね。この世界のほとんどの人が自分の道を自分で決めてないと思います。自分の道、私だって自分の道を決められたのなんてかなり年取ってからですからね。10代に20代前半で決められたわけではないですからね。まあ卒業式というテーマを話したかったのは、一つにその集団で集まることはもうそのね行事なので、だん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 バラバラになっていきます。そしてスタートゴール、まあスタートは一緒でもいいですわ、ゴールが全員一緒とは限りませんというお話ですね。卒業ということは各自それぞれが違う瞬間に卒業するので、途中で辞める人たちたくさんいます。こういう学校があったんですよ、前聞いた話で、就職、障害の方のね、高校なんですが、高校っていうか専門学校なんですが、入学して、いろんな作業やなんか学ぶんですよ。で、企業体験に行くわけですよね、3ヶ月ぐらいしてからみんな。それぞれに企業体験に行って、で企業側でこの子採用しますよっていう打診が来たら卒業なんですよ。私この話聞いた時ちょっと衝撃でしたね。普通卒業っていうとね、1年間勉強して1年後にその就職してっていう感じじゃないですか。これが企業に行ってね、研修ですよね、要はね、簡単な研修をして、この子いいですよって言われたら卒業ですっていうのがすごく印象がありました。本当にこれってこれからの王の時代の考えですよね。ある程度勉強したらもう分かったらもういいっていうね、分かんなかったらいいっていうね。で
一つはその集団は終わりますよって話、二つ目は卒業が必ずしもで全員一緒とは限りませんよっていう話、三つ目は各自がバラバラにこれからは勉強していくので、で落差も激しいです。必ずしもその数学を一緒に学んでるからといって同じことを将来使うわけではない、で使わないものは0点から30点ぐらいしか点数取れませんよ、だからそれは問題がないんですよって。英語をね一生涯使うことがない仕事、または翻訳機かなんかで済んでしまう仕事を、ね、生き方をするのであれば英語はできなくて当たり前、できる必要がないわけですよ。脳に無駄な情報ゴミを入れる形になってしまいます。だから英語ができないから、数学ができないからといってがっかりする必要は全くありませんから、これはもう必然です。できないという必然なんです。はい、ということで今日は卒業式についてお話ししました。もう一回まとめます。とにかく多くの人が集まる一斉の式典、どんどん減ります。一番今減ってきているのがお葬式ですよね。お葬式と結婚式、この辺から徐々に新年やなんかの集まり、親戚の集まり、これコロナの関係もあって減ってきてますよね。で次に学校来てます。あとその会社 の, 新入社員の歓送迎会、これでねクラスター出ちゃったから減っていくでしょう。でとにかく9人以上集まるものはどんどん減ります。はい、今日はここまで。またねー。